高校一発第9レースのスタート。まずは前取り誰から行くか。1番の地元坂本正和行きます。2番の室井健一2番手、そして3番車の高久保雄介、外あたりに4番の門田涼がいます。7番の伊藤慎が位置を上げていく。そして6番の青井健一、ここは四国勢で門田を先導役に並びを整えるんですが、5番の小川健人が最後尾から先頭まで位置を上げていきそうで、まずは九州ラインが5番1番並びを整え、7番の伊藤慎は3番手を伺っているようなんですが、4番の門田は車を引きません。3番手以降には四国の3車、2番室井、6番の青井まで連なる並びです。7番の伊藤は車を引いていくんですが、3番の高久保は四国勢の後ろ、ここ6番手初手のポジションとしておりまして、どうやら7番の伊藤慎最後尾しんがりからの短期戦ということになるようです。2対3対1対1で1列向上、初手のポジションを追い合いついています。2周回目2コーナーを回りました。さあ先頭は5番の小川です。昨日は逃げる今岡を落ち着いて溜めてのまくりで捉えました。地元支部長1番坂本正和追走、気配悪くない小川に番手追走の最終日です。4番の門田涼が3番手、後ろ2人ならば、1周逃げてやってもいいかという気持ちで戦うか。後ろは2番の室井、6番が青井の徳島の追い込み方2人です。3周回目入ります。室井は中日児玉マークからの1着、6番の青井もスキューメンバー差し足切れる1人です。3番の高久保雄介は6番手、7番の伊藤慎は7番手最後尾、この近畿の2人はおのおの機動力あります。短期戦を選びました。3コーナーから2センターへと向かっていきます。短期のメンバーからレースを動かすんでしょうか、それとも4番の門田が3番手から前を抑えにアクションを起こすのか。今のところ動きは中断も後方もありません。4コーナー回りきっていよいよ勝負どころ仲間周回です。3番手の4番の門田が近畿の2人の出方を伺っていますが、高久保も伊藤も動く気配ありません。さあ車間切る3番手、1センターから2コーナーにかけまして4番の門田が心持ち遅めに動いてみせて、ジャンめがけてまずは先手を打っていく。九州両者車を引いて中段位置の4、5番手のうち、さあただ5番の側は4番手ではなく3番手、6番青井のうちでここは粘っています。ここで3番の高久保がスパートするんですが、先頭4番の門田腹をくくってのここは一周掛け、7番の伊藤慎は現在は最後尾。さあ3番高久保、4番の門田でもがき合いとなって2コーナーからバック。さあ4番の門田涼がここは合わせきるか。5番の小川ではありますが、現在3番手のうち6番青井のインコースで詰まっています。3番の高久保足いっぱいだ、直線コース、ここも先手ラインだ。2番の室井健一追い込んが4番の門田か、押し切ったのかどうでしょうか。2番の室井の突っ込みはありましたが、いずれにしましても四国ライン第9レース S 級特選です。4番の門田が踏み合い制してそのまま逃げ切りまで見せましたか。リプレイ映像クライマックスをご覧いただいています。四国ラインでのワンツースリー、逃げ切り4番の門田、詰め寄って2番室井着、しんがり6番の青井、この3番手しっかり守り抜いての4番2番6番です。上位独占体制です。決定までしばらくお待ちください。第9レースでした。